君たちいいよね。ね、喧嘩無敗なんでしょ。ね、俺そういうの大好きなんだよ。俺とやってくんねえかな。俺は喧嘩無敗ってやつは大好物だよ。全員食ってきたんだ今までよ。どうしてやらんすか。いいね。いや、いいね。いいツボしてんね。九州か。おお、やばい街じゃねえか。いいツボしてんね。伝説の男がいます。21キロで。マジ強そうっすね。でしょう。強いですよ。北九州で。はい。伝説と。亮太から聞きましたよ。本当ですか。マジでやばいってこの人は。え、どんぐらい今まで試合とかやって、試合とかも出たことあるんですか。試合出よったけど、もう出すぎて結構わからんぐらいですね。あ、覚えてない。地下格に出たんですか、それは。もう地下の地下ですね。地下の地下。人間リングで。人間リング。どっちかが失神するのか。やばいっす。ヒロさんは。知ってました、もともと。そうですね、北九州とか来た時とかに、まあ、見たことあるぐらいですけど、ワクワクしましたね。嬉しかったです、来てくれて、楽しみです。僕どういう戦いが見られるのかなって期待します、本当に。大暴れしてください。はい、もちろん、はい、楽しみしてます。すごいです。めちゃめちゃいい相手。いやー、ほんとあの演出が良かったんで、あの画面が出てきてね。いや、良かった。なんかね、うん、なんかでも好みが分かりました。分かってました。俺やっぱタイプによって実力がちょっとね、なんか盛り上がらなくなっちゃうんで、なんかもう雰囲気で、うん、ああもうなんか気持ち入ってるか入ってないかがすごい見えた。いや、分かってくれてよかった。もうちょっと気持ち入ってたもんね。うん、何回か仮決定みたいなあったんですけど、なんか乗り切れてない感じ。ちょっとニヤニヤしちゃってたからさ、あの時ちょっと乗れたのよ。やっとスイッチ入ったってなってたから、俺やべえってここだって思ってた。あいつ、いい顔してたなぁ。でも、ね、三河幕府対伝説の喧嘩島みたいな感じで、すごいね、あの絵的にもめちゃめちゃいい。いや、素晴らしい。もう俺らも基本喧嘩だからね。うん、日本全国の番長とか喧嘩無敗とかとやってきたから。いや、そうっすよね。うん、やっぱそういうのが好きなんだよ。ああいう子見ると、もうワクワクする。いや、ワクワクする。うん、いや、だから楽しみっすね。いや、本当に楽しみ。あいつらやっぱやってるね。喧嘩やってる。その自分で言ってないところとか、そのやっぱ周りからこうね、推薦されてるっていうところで、なんか信憑性もありますしね。確かに。多分本当に強いんだろうなって思って、うん、負けないように、ね、壁になってもらった方が。いや、もちろん、はい、壁になりますよ。はい、お願いします。次は出し切ってもらって。いつでも若いやつの壁になってやりますから。はい、まあ本当にね、強いヤバいやつって意外に応募しなかったりするんで、今回の企画が生まれたということです。楽しみですね。なんか VTR があるということなんで、じゃあ見てみましょうか。よし。獣は自ら里には降りてこない。だったら見つけ出すか、本物の化け物を。ブレイキングダウンバキ企画始動。あ、俺に出てるよ。俺の行くよ、たたむ間違いない。マジであいつバケモン。多分喧嘩俺らの行くよりさせた人間のワード、そういう怖い人たちの人間リング、お互いが失神するまで、そうそうそう、失神するまで、あの殴り合いってやつをずっと寝とったりとか。北九じゃあいつはやべえっすよ。いや、もう俺は勝ったとこしか知らんねん。勝ったとこしか知らんし、連絡が取れる。でもそんなの出るかわからない。普段表に出るわけじゃない。すみません、ちょっと来ていただいてありがとうございます。喧嘩とかの話ってあれ本当なんですか。いや、もちろんやろ。そんなお前聞くまでもねえやろ。負けたことは一度もない。あるわけねえだろう。分からんのか。
ちょっとぜひブレイキングダウン出てほしいんですけど、どうすか。地元って中学校50校ぐらいあるんですよ。まあそこを、まあ、1個下なんですけど、まあ一番、まあ、湿ってたというか50校のナンバーワンって言われた校なんで、まあ、堺の塾屋っていう校なんですけど、50校ぐらいの堺連合っていう連合も初代で作ったのもこの子やし、100対1ぐらいで、まあ、金属バット持って喧嘩しに行って、なんか囲まれた時に殴られんのいいけど、まあ、一発で飛び込んできたやつの顔面ぶっ飛ばすからかかってこいやとか言って、相手全員が芋引いたぐらい、みんな出てこないっすよね、本物のとこ。でも僕が言ったから出てきてくれるだけであって、まあ、ひな壇誰も勝たれへんのかな思ってますね。ほんまに過去最強だと思います。まあ、暴れたら多分僕でも抑えられへんなって感じですね。喧嘩やったら朝倉未来にも勝つんじゃないかなと思ってます。あれ、てるくん。はい、ということで、来ていただいたようなのでお入りください。テレ君紹介して。はい、まあ塾屋って子なんですけど、まあ1個下なんですけど、まあ、VTR でも言ったように、まあ、堺って、まあ、大阪じゃ結構、まあ、治安悪い方なんですけど、まあその時のトップで、まあなんかもう最後ら辺は塾屋って名前聞いたら誰も喧嘩せへんぐらい、もう最後喧嘩してなくて、まあ、僕が一押しできるもう最高の喧嘩自慢連れてきました。ほんまブレイキングダウン、まあ、出るような子じゃないんですけど、ほんまに、まあでも言ったら来てくれたんで、はい、楽しみにしておいてもらったら。てか2人の試合じゃないですかこれ。2人じゃあ試合できます？あの本戦で。いや、ね、君たちいいよね。ねえ、喧嘩無敗なんでしょ。ねえ、俺そういうの大好きなんだよ。俺とやってくんねえかな。あ、俺は喧嘩無敗ってやつが大好物でよ、全員食ってきたんだ今までよ。なあ、俺とやってくれよ。どうだ、俺も喧嘩でやってきたんだよずっと。お手なんすか。いいね。いや、いいね、いい面してんね。九州か。北九州。おお、やばい町じゃねえか。いい面してんね。なあ、いいね、お前もいいね。お前も喧嘩強いんだろ。なあ、いや、どっちも興味あるわ。うん、どっちがいいかな。俺もちょっと片方行かしてるんだ。おお、いいじゃねえかよ。喧嘩が大好きなんだよ俺らよ。喧嘩同士でどうだよ。ん、喧嘩同士でよ、俺こういうのじゃねえと燃えねえんだよ。
うん、いいっすね、うん、どう、ここすごい噛み合ってる。試合じゃあ決めますか。いいじゃねえかよな、やろうぜ。うん、いい人だ。いいっすか。いや、北九州っていうのはね、めちゃくちゃヤバい街なのよ。それはなぜかというとね、俺と高で遠征行ってさらわれるかもって思ったんだよね。そこでさ、ブイブイ言わせてたやつ、いや、美味しいね。おい、北九州、あの頃見たく俺たちをビビらしくるよ。だがな、俺たちも気合ってんだ。俺が一番気合ってんだよ、この野郎。おい、首きれいにしてこいよ。もちろん勝ちますよ。ボドボドします、マジで。いいっすね、この企画。ちょっとワクワクするね。偶像性がある。本当に50個まとめてんの、あいつ。素直な子なんじゃないの、本当は。虫除けしてやるよ、な。よう、堺のズキヤ。俺がレペゼンアンダーグラウンドストリート、ミカバクタカ AK 悪魔王子だ。ぶちかましてやっからよ。覚悟しとけよ。